はい、どうもチョルです。テンチムです。今回ですけども、テンチムが失恋してしまったということで。引きずるね、そのネタ。いやいや、まあまあやっぱね、気持ちがちょっと落ち込んじゃってると思うんで、やっぱ俺もそれ伝染しちゃってて。伝染させてる私、うん、ちょっとまあもう気持ち落ちちゃってるんで、うん、うだうだとリアルお届けしようかなっていう。結局その、まあ、確かに YouTuber のいいとこっすよね、リアル。そう、結局その俺ら YouTube 出るときは小綺麗にして出るけど、うん、実際家おるときまあこんなんや。いや、こんなんよりもひどいよそう、こんなんやからガチでこのカップ麺、しかもスーパーカップの豚キムチ、これ食いながら近況報告していこうかなっていう。おお。あとなんか最近買った1万円以内の購入品を紹介していこうかなっていう。一応天地を持ってきてもらってる、うん、あ、そうです、持ってきました。で、俺も最近こう1万円以内で買ったやつで、あ、これがめっちゃ良かったってやつがあるから、そういう身近なものを紹介しながら語り合っていこうっていう。でもさ、気になるかもね、1万円以内だったらさ、うん、真似しやすいしさ。あ、そうそうそう、実際何なんてなるやん。作る、え、豚キムチを作ろう。久しぶりなんやけど、マジ食うの。私もこんなんもう中学生とかの時さ、野球部で帰ってきた時に昼めっちゃ食っとったもんな俺。これ朝練行ったと。そんな昔からあったっけ。結構前なんじゃないこれ。はうまいよなこれめっちゃうまいじゃん。でもさ、このさ、スーパーカップ 1.5 倍投射費って書いてあるけどさ、生まれた時からずっとこれ 1.5 倍やからさ、もう別に 1.5 倍って書かんでもそのまま大きな量書いててくれたけど、 1.5 倍って書いとくことによって俺らもなんかこう買ってしまうよな。ずるない、これ。お得感があるよね、まあ、そういう戦略なんでしょう、企業戦略。ずるいよなこれ。いや、私久しぶりに食べるカップ麺。俺もでもそうかも。マジで、私結構なんかカップ麺食べてそうじゃないですか。意外とマックとかカップ麺とかあんまり食べないんですよ。カップ麺がマジ YouTuber で一番似合うよな。似合うのにね。うん、なんかマジでマジで。カップ麺と灰皿とタバコ、異常なぐらい似合うな。いなくない、他にそんな女。あ、まあ、いてほしくないけどなもっともなんだけど。いや、ヒカルさんのここの部屋初めて来たかも。あ、ここの部屋最近できたからな。初めてじゃん。ええ、めっちゃこぼすやん。じゃあ私ね、下手くそなのこういうのが。ごめんなさい。ごめんなさい。こぼしとって大丈夫かこの人。前回もね、ヒカルさんのあのチョコレート拭いてくださって。確かにな。実際さ、前その動画で破局しましたみたいな。どうなん？あれから。難しいよね。いろいろね、気持ち的に。なんかまあ何が正解か分かんないけど、自分のわがままを貫いてても相手に申し訳ないし。でも正直さ、完全にさ、スッキリするんってさ、リアル何ヶ月かかからん？かかるかかる。本気で好きだったからこそ。分かるわそれは。簡単にすぐ次行きますとか忘れられますとかではないですよね、やっぱ、うん、でもまあ仲良く円満にやってます。まあとりあえずなんかお互い成長して将来どうなるか分からんし、そういう感じや。じいさん何やるか分からんからな。お互い来とったらさ、どっかでまた混じり合うかもしれんもんな。分からんよな。分かんない。あ、え、何？お湯こぼしたからめっちゃ普通にお湯こぼしたそんなこともできんのかなと思って。なんで、うん、なんかちょっと怒ってない？怒ってなかったです。これ私ちょっとこだわりあって、味濃いめが好きなんで。分かる。線のちょっと下ぐらいまで入れるんですよ。分かる分かる分かる。もう全部のカップ麺そうやもん。だよね、うん、味濃いのがうまいよな。美味しい。もうなんなら俺めちゃくちゃ少なめかもしれない。これぐらいかも俺。あ、結構少なめだわ、ヒカルさん。濡れてくれたら OK みたいな。これ気持ち少なめとかじゃないね。だいぶ少なめ。だいぶ少なめが好きかも。これじゃあ完成するまで、まず1個目。あ、いいね。俺から言っていい？いいよ。正直俺これ買った時結構微妙って言ってしまったね、動画の中で。でもなんか大量に買ってしまって、うん、継続してそれを摂取し続けるうちにハマってしまって、今はもう毎日絶対欠かさず飲んで、追加で購入してしまったってやつ。へー、忙しい。気になる。お願いします。それがこちら、オーツミルク。はぁ、知らん？オーツミルクの存在は知ってるけど、それは知らない。これね、コストコ、俺初めて行った時に、うんうん、ノリで買っちゃったんですよ、うん。どんな味なんかなと思って。で、まあこれ、食物繊維たっぷり、カルシウムのビタミンとか、砂糖不使用とか、なんかまあ体に良さそうな感じがするけど、最初の時に、味そんな別に美味しくないな、みたいな。噛んじゃったわけ。でも、めっちゃ大量に段ボールみたいな感じで購入したから、うん、家にあるから、まあ、仕方なく飲んだわけ、毎朝。うん、そしたら、急になんか癖みたいな、旨味が出てき始めて、抜け出せになったっていう、このオーツミルクから。なんかさ、オーツミルクダイエットにいいっていう噂で、例えばプロテインとかも、うん、牛乳とかじゃなくて、オーツミルクとかで割っても美味しいみたいな。オーツミルクで、ありがとうございます。合う、ラーメンと牛乳みたいな。いや、まあ、マジでオーツミルクやばいからマジで、うん、じゃあオーツミルクで乾杯しますか、うん、俺今日2本目やもん、ね、これマジで初めて飲むわ。本当に体にいいっていうのが後から、体にいい補正でめちゃくちゃこれがいいやつに見えてきて、高くもないし。実感はあるんですか？ちょっとなんか快便って感じ。じゃあ乾杯。乾杯、はい、いただきます。いただきます。これいいな、うん、まあ普通に飲めるって感じ、うん、そんな感じだ。俺も美味しくはないと。いやいや、だから俺もそうだったよ、ほんまに。俺だって動画の中で言っとるやん。でも美味しいっちゃ美味しいけど、好んで飲むかっていうふうになったらまたちょっと違いますよね。そう、最初これない、
2日目ぐらいもこれやねん。でも1週間これ飲み続けたら後から伸びるタイプ、なんかチョコレートのプロテインと混ぜたいって感じ、わかる。あー確かに物足りないさあるもんな。うんうん。でも今や俺はもう何もなしでこれが美味しいってなってしまってるっていう。これ1個いくらなんですかね。でも安いと思うね多分。そうだよ、ね、確かに。お通じの改善や入れ物との肌環境の改善も期待できる。マジで、はい、マジでトイレ変わった。ええー。これで全然違うほんまに。ちょっと俺も飲もうかな。飲みなよ、ダンボールいっぱいあるから。影響受けやすいな、うん、お前飲んだことないやん、これ。あれ、もう一杯ないです。飲んだら。あ、でも普通に美味しいかもね。アーモンドっぽい感じっていうの。砂糖不使用っていうのも良くない？あ、そう、これいいですね。しかも砂糖不使用なのに、普通に美味しいっていうのがいい。マスクはないよね。いただきます。お前なんか特殊っすね、ちょっと確かに、うん、アーモンド。もう飲んどったらもし癖になるかもしれない、俺みたいに。確かに、全然まずくないっすね。なんか朝に牛乳飲むみたいな感覚。めっちゃいいけど、そのお通じが良くなるんだから。砂糖不使用でかいな、乳製品も不使用だって。しかもビタミンとカルシウムもあって、食物繊維もたっぷりって、なんかこいつ悪いとこないやん。なんかすごいよね。付き合った最初はさ、あんまいい女じゃなかったのに、年々こいつ、もしかしていい女なんじゃないかって、別れてから気づくタイプの。あれやな、やっぱ人間って大事なことって別れてから気づくんで。そう、俺もこれ一日手放しとったら別れてから気づくパターン、うん、かもうなんだ気づかなかったかもしれないけど、今はもう手放せたったもんな。依存した。うわー、いいじゃん、いい出会いしてんね。そう。何でもこういう男になろうと思ったら、飲めば飲むほど、噛めば噛むほど味が出るじゃないけど、はいはい、良さが分かるみたいな、ね、でもまあ確かにそういう人の方が沼るから。そう、俺とか最初さ、スペックがそこそこ高い方やと思うんやって。なんだかんだ、まあ、女性からしたらめっちゃいい物件ですよね。だってかっこいいし、お金も持ってるし、大事にしてくれそうじゃないですか。だからこっからさ、この最初の高いやだから、こっから落ちる方が俺大きいと思うんや。逆にこう下からこう行くような男になろうっていう。それでいうと最近さ、私さ、なんかテンチムって動画のイメージとかやばいじゃないですか。それでなんか会う人会う人になんかモンスターみたいな感じで思われがちなんですけど、挨拶したりとか敬語使うだけでなんかめっちゃ褒められるんですよ。あ、それわかるわ、俺もそうやわ、ね、そうそう。俺だってファンとかなんか何かあるたびにありがとうございましたとかタクシー降りたり言うだけで好感度上がるもん。上がるよね。もう謎に。普通のことないけど、普通のことやったらめっちゃ褒められるんですよ。ジャイアンみたいな感じ。それはそうやな。じゃあちょっとこれもできたかな。豚キムね、うまそう。おお、やばこれ。うわ、久しぶりだな、カップ麺。久しぶりのカップ麺とかも最高じゃないですか。でも最高だよね、マジでうまい。何が最高かって、こたつに寝巻きってのも最高なんですよね、うん、だからこたつっていいよな。こたついい、おいしそう。いただきます。いただきます。だいぶ久しぶりだよ、豚キムチ食べるの。初かもしれない、豚キムチ。え、マジですか。マジで、冗談抜きで。これマジうまいよな。めっちゃうまいっす。これ学生時代の味方やったもん、俺の。カップヌードルは何だろう、こっちの方が食べとったかも、学生時代。マジで、うん、このサイズ感がいいよね。そう、サイズ感と、あと味はな、これマジうまい。いただきます。うん、うんうん、うん、うまい。な、おいしい。これやっぱいいな。てかさ、豚キムチってさ、鍋とかでもうまくない？豚キムチってうまいよね、うん、そもそもうまいね、豚キムチ自体が。そうそう、うん、なんか汁少なくしすぎたから、こうあるの。味めっちゃ濃くてマジうまい。うんうん、やばこれ、うま、最高やわ。え、じゃあ私のおすすめの一品言っていいですか。いや、そう、気になる。豚キムチながら、テンチムがおすすめするのどんなんなんやろな、うん、私は結構今使ってる人多いかな、これ。何それ。これ知ってます。いや、わかんないです。何それ。フェイシャルタオル。フェイシャルタオル、これさ、美容とかも好きじゃないですか、うんうん、え、なんかさ、いつもさ、洗顔とかし終わった後さ、うん、タオルで顔拭くでしょ。うんうんうん、はい、でしょ。でもタオルって雑菌めっちゃ多いんですよ。なるほど。それで今美容界じゃないけど、結構女の子も使ってる人多いと思うんですけど、こういうフェイシャルタオルっていうのがあって、キッチンペーパーみたいな感じなんだけど、使い捨てでいけると。使い捨てでいける。どんなさ、感触なん。普通のティッシュとかウェットティッシュと若干違うってこと。そうだね、なんかね、感覚的には柔らかいキッチンペーパーって感じなんですけど、これよかったら1枚取ってみてください。確かにな、キッチンペーパー味あるなんでしょうね。あ、ちょ、結構ちゃんとしっかりした生地やな。これで拭くってこと。そう、これで洗顔した後とかに、あ、いいですよ、これ取って拭く。へぇ、これ結構なんか、私は今回これ持ってきたんですけど、普通にドンキとかアットコスメとか結構種類豊富で、多分今いろいろ出てると思うんだけど、これ今ちょっと流行ったんや。そうそう、これ結構なんか今女の子とかはタオルやめて洗顔後はこれで拭いてる。マジめっちゃ多い。フェイシャルタオル、なるほど。確かにいいよな、ちゃんと洗ってなかったら雑菌があるから良くないみたいな。だしさ、なんかさ、タオルって結構なんか置いてたりするじゃないですか。だからなんかね、手とかも拭いたりさ、うん、タオル変えるタイミングわからんから、結局ずっと何年も同じのタオル使ったりするやん。それ汚いわな。そう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 、だから洗顔の時とかはこのフェイシャルタオル、うん、マジでいいと思う。結構ね、YouTuber さんとかでもなんかモーニングルーティーンとか動画見てると、フェイシャルタオル結構使ってる人多いと思うんだよね、女の子。安そうやしな、しかもなんか、うん、全然高くない。これはいい、勉強だったな。いいでしょこれ。めっちゃいいと思う。そうそう、これ結構なんかマジでおすすめです。ちゃんとあの洗顔後用だから、後ろに使い方書いてある。すげえわ、初めて聞いたもん、フェイシャルタオルって名前を。だからなんかね、もうね、
これはまると普通のタオルに戻れないです。へえ、うん、私たまにこれ切れるのよ、はい、ティッシュで拭くもんね。なるほどね、うん、ティッシュで拭いちゃうぐらいもうタオル使いたくなくなっちゃう。あのタオルの気持ちよさより上いくんやこれ。なんか清潔感とかそっちをなんか意識しちゃうかもね。でも確か俺もなんかニュースとかで携帯ってめっちゃ雑菌まみれやから、うん、めっちゃ汚い、なんかこれ便器より汚い菌が多いって聞いて、うん、携帯触ってから何かするの嫌になっとるの。一回その菌があるって思ったらまた手洗うみたいな。そうやって聞いたらタオルに菌がついとると思ってこれからタオル使ってまうから。あそう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 。これでも速攻で、うん、知らん人多いからな。めちゃくちゃいい情報やな気がするけどな。そうこれね、うん、マジでおすすめ。ちなみに知っとるマネージャーの。いや私も同じの買ってきました。えマジでマジで。一応ねあの若い子マネージャーの子がおすすめ品買ってきてもらってて。これ買った。種類違うけど。マジで。でもやっぱ女の子今使ってる子多いですよね、はい、全然変わります。変わります。すごいなそれ。本当にだってさ私さめっちゃさ、これは確かにすごいわ。そう肌さ荒れやすかったじゃないですか、はい、めっちゃ綺麗やもん確かに。そうなんかそう割とこれ変えたりとか、あとなんかまあ化粧水とかもいろいろ変えたんですけど結構なんかこれいいと思うんだよね、マジで。それすごいわ。だってこんなさ2分の2でフェイシャルタオル被ることってまあないと思うで。絶対やった方がいいじゃないですか。これすごいな。マジでいいと思う。やば。男は絶対知らないですよそんな、うん、多分ほとんど男ほど、うん、な油っぽかったりするから顔とか、うん、確かに。そうでも一応さヒカルさんとか美容気使ってるからさ教えとこっていう気持ちも兼ねて持ってきた、うんうん、めっちゃいい。ありがたいじゃん。でしょ。前さんも肌綺麗になったよね筋トレしたから。そうですね、うん、まあ肌治療とかも行ったんでフェイシャルタオルにしたらもっと綺麗になるかも。フェイシャルタオルすごい。この洗練効果も多分すごいと思いますよ本当に、確かにな。やろうと思いましたもんね本当に。これ確かにめっちゃ星高いっすねアマゾンで見ても。あでしょ、4.5 とかやで。そう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 。満足度高いんや。めっちゃ高い。使えない普通のタオル。マジで変わるんや。でもさ冷静に考えたらそりゃそうだよなって思わない。確かにそりゃそうやわ。ねえどこ、うん、これマジでおすすめです。1個いくらですか。参考で1600円。安いよね。1個500円。安い、うん、1万円とかじゃなくて1000円以下とかでもいいものって多いよね今回いろいろやって思ったけど。おいおい。でもさ冷静にさ雑巾で顔拭くのに近いもんな、うん、同じタオルで拭くのって。雑巾ほど汚い使い方してないかもしれんけどそもそも菌を拭き続けとるものやわけやんタオルって。洗ったところで全部落ちひんやんどうせ。そうねそうねそうね。それ確かに危ないわな。だから結構ね今の時代は割とフェイシャルタオルがおすすめです、もう中やな。ためになったねためになったよ。何これ結構さ私やっちゃうんだけどさこのさ、うん、残った汁とかにさ米入れちゃう。あーうまいな。わかります。めっちゃうまいっしょ。うまい。確かに札幌一番とかもやってた。あー美味しいね。でもラーメンとチャーハンの組み合わせとかが最強。最強。ここに餃子もついてきたら文句ないし、うん、じゃあ次最近買ったやつで撮影中に竹下通り通った時にフラッと見つけたブルーのレンズのサングラス。俺これなんかこのブルーにハマってて。へー。でこれノーブランドやからもうブランドとかないから多分どこでも手に入るんやつだけど、うん、サングラスって俺あんま別にかけるタイプじゃなかったんやけど、うん、かけてるイメージマジでない。このブルーレンズがめちゃくちゃ良くて俺1回ブルーレンズなくして、うん、もう1回買い直してまたなくしてそれでもう1回見つけてこれ買ったみたいな、うん、いやなんかかけとってかけやすいっていうなんか分からんけどこれ帽子かぶってるのおかしいかもしれないけど楽ないな俺なんか分からんけどこれ、うん、じゃあ画面見て思ったけどヒカルさんってさ、うん、丸っこいレンズ似合いますね。ああそうなんだ。なんかめっちゃブルーが俺はもうマジ良くて最近だからもう買うとしてはブルーつけるとしてはブルー。え私かけてみていい。ブルーの何がいいんですか。えなんなんやろ分からんけどなんかいいんすよブルーマジで。うん、なんでだよ分からん。おしゃれには見えますね、うん、確かにね。おしゃれ上級者っぽくないですか、うん、だからなんか別におすすめをするほどのもんでもないけど俺がたたずにハマっちゃってるだけなんで。じゃあちょっとおしゃれに見えるかも。そうですね、うん、この手巻きにつけてもおしゃれじゃない。絶妙に目が透けるやん。だからそれもなんか余計にいいって。サングラスだったら確かにそう顔もちゃんと分かるしっていうのもいいんかもしれない。なるほどね、うん、でそれだったらこの2巻き取る、うん、これも竹下通りで。あマジですかこれ竹下に売ってんだ。なんかエメフィールっていうなんか。ああ分かる分かる下着屋さんね。そうそこで並んどったからこれ買ったみたいな。へえ。これも4000円ぐらい。でもサングラスもそれぐらいの安かったです。まあ、確かにサングラスいいよね。しかもサングラスって結構さなくしたりするじゃん。あなんだかんださ、うん、目からさ紫外線って入ってくる。だから実際サングラスするのってカッコつけとかだけじゃなくて実はいいっていう。老化するのって目から紫外線入って老化するらしいから、うん、だからそうなんだ。そうこういうのも大事だったり。だからコンタクトレンズとかでも UV、うん、カットのコンタクトレンズの方が良かったりするらしい。へえ。そうなんかすごいね今さ物々交換会じゃないけどさ、うん、情報の物々交換してる。確かに確かに。楽しいね。うん、ちなみにこれあの増坂翼から教えてもらったっていう。その目からも紫外線が入るっていう情報だからコンタクトレンズ UV 使ってるって言われてそんなの見したことないって、うん、で大事じゃん。そう大事って言われて。へえ。そうそうそう。すごいね。じゃあ店長も2発目行く。2発目行こう。意外に楽しいな。楽しいし、うん、なんかためになりました、うん、地味なことなんやけど勉強になる。知らないこと知れるんで。じゃあ店長も2発目行きます。これ
じゃじゃん、これ何かっていう風に言うとオールインワンジェルなんだよ。だけどこれね、顔とかじゃなくて体全体とかにも使えるんだけど、これ何がいいかっていう風に言うと、私今29なんですけど、やっぱ年重ねていくじゃないですか、その時に肌ってめっちゃ大事だなと思ったの。若々しさ大事じゃん。で、若々しさって肌出るなと思って、だけど冬ってめっちゃ乾燥するじゃないですか、はい、わかります。で、足とかめっちゃカサカサてか白っぽくなったりするじゃん、カサカサして、はい、それがマジ嫌だっていう風に思って、で今まではボディクリームとオイルとか混ぜながらやってたんですけど、これ水分量がマジヤバいんですよ、これ本当に。これ私が海外行ってる時にアマゾンとかアテンドしてくれたコーディネーターさんがおすすめしてきたやつで、わざわざ LINE で、そうで、それで騙されたと思って買ってみたら、あ、マジでいいじゃんっていう感じになって。どれぐらいなのこれ。塗るやつなんですよ。まあ、顔にも使えるんですけど体にも、値段はこれ5000いくらなの。なんかスライムみたいな、これ。そう、これスライムみたいな、見てほら、そう、すごっ、ね、分かるかな、本当にジェルっていう、スライム、スライムじゃない、こんなあんま見たことない、スライム。これね、マジでよかった。あ、デメリットもある。デメリットはちょっとベタつくんですよ、だからジェネリックみたいに。デメリット、デメリット、デメリット、デメリットじゃないです、デメリットなんや。そう、デメリット、デメリット。ジェネリックみたいな発音で言うのやめてくれへん。なんかデメリットって言わない。デメリットじゃないんですよ、マジで。そうですね。じゃあなんかミスっちゃった。でもなんかちょっとベタついたりするから、好きな人嫌いな人ってのはあると思う。めっちゃ乾燥肌の人に向いとるとかってこと。結構マジ向いてると思う。あとなんか伸びがいいんすよ。なるほどね、すごいっすね、それ。だからこれね、結構ね、ローションみたいな感じもするよね、若干スライムとか。そうだね、こういう感じ。これは結構なんかマジで保湿もそうなんだけど、水分がめっちゃ入ってんなっていうような感覚になる。これすげえ、すごいでしょ、すごい。これね、匂いめっちゃいいな。そう、いい。あ、すごい、みずみずしい。そう、みずみずしいでしょ、だからすごい。水分って言ってんの分かる、なんか。確かに、なんかもうこれほぼほぼ水やなっていうぐらい。そう、なんか急に水になった。え、ちょっとやってみ。ほんま、すごっ、すごいでしょ。ほんと乾燥しちゃったんで。あ、どうぞ、乾燥に使って。そう、でも確かにいいっすよ、これ。そうそう、あと匂いも普通にいいな。うん、そうだね。ただちょっとベタつくっていうのが嫌いな人もいるかもしれないけど、そう、個人的にはその、つけてる感はちょっとなんかあるあるよね、コーティングされてる感。そう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 。でもなんか張りとかはめっちゃ私は出る気がするっていうか、若々しいみずみずしい肌みたいなのは結構なんかこれいいなっていうふうに思った。大事やもんな、肌って。今までさ、普通にさ、化粧水とか顔系は普通にやるじゃないですか。だけど体も肌年齢私出ると思ってて、うん、あ、そうっすね。そう、手とかさ、そうそう、足とかもさ、だからボディケアって結構大事だなと思った時、あとこれやっぱ顔も使えるから楽、ボディ専用とかじゃないから、うん、ズボラとかにも結構おすすめ。オールインワンって男嬉しいよな。ああ、そうね、楽だよね。え、どう、前さん。めっちゃいいっす。いいっしょ、今調べてる前さんが、はい、調べてます。またそういうので調べて評価見ます。そう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 。いや、もう買おうかなと思って。うまっ。え、いいっしょ。今度乾燥に結構悩んでたんですよ。うんうん。このタイプ初めて見た、こんな、うん、あんまないな。そうだ、私今までボディクリームとオイル混ぜてやってたから、ジェルのボディも使える。でしかもこんなに水分量多いっていうのが個人的にめっちゃいい。ベタついてもいいからやるよね。いろんなそのオリスパとか整体とか行っても、顔の水分量が絶対足りてないって毎回言われる。だからその水いっぱい飲めとか、もう化粧水もベタベタ塗りまくれみたいな、うんうん、言われるから、ほんまに水分量低い状態をキープし続けるとやっぱあかんらしいから。そうね、そうさ、人間ってさ、やっぱ乾燥が結構老化に響くらしいんですよ、うん、だからなんか加湿器とか結構大事らしいんだけど、そういう意味でもいろいろ保湿しとこって感じ、うん、じゃ次俺3つ目、まあ、こんなんもおなじみなんですよ、ね、今改めてこれね、ヒートテック、おー、ユニクロの、はいはいはい、でヒートテックって上しかなかったわけ、今まで。上がないのこれ。下やん。下のヒートテックがマジでいいっていうことに今になって気づいたっていう。そもそもヒートテック下があることすら知らなかったっていう。で、まあ、正直見た目別にかっこよくはないわけ、別にタイツみたいな感じや。ただこいつを下に履いておくだけでマジで長期ロケ乗り越えれる。そんなあったかいんだ。これマジであったかい。ヒートテックって不思議だね。あんなさペラペラなのにさ、ちょっと温まるじゃん。着心地いいし安いし。だから全てのズボンとかの下に、まあ女の子足出すからあれかもしれない、うん、男からするとこれ1枚あるかないかでマジで外の世界が変わる。へー、うん、ヒートテックそんな使わないから気になるんだよね、どんくらい変わるの。前さんもこれ履いてるけどやばいな、これ差がめっちゃ高いっすよ。全然違う、マジで。え、熱くなるぐらい変わる。そうっすね、まあ、動き回れば熱くなるかなっていうぐらい。めっちゃ高いし全然違いますね、正直。すごいな、ヒートテック。ユニクロがすごいわ。確かに確かに、ほんとすごいっすね、それ。で、万能だよね、ユニクロ、マジでびっくりした、この前行った時。良すぎる。でもやっぱヒートテックなんだ、冬は。ユニクロ GU はやっぱ最強や。じゃあ次テンチムいくよ。テンチムもでもおなじみなんですけど、あの、本当にこれだけはマジで外せない。もう約10年間ぐらいリピートしています。分かった、俺。だよね、だし醤油や。正解や。このだし醤油だ。目に入らんか。でもね、俺これテンチムから紹介されて、やっぱ俺らのメンバーも全員好きになって、でしょ、最近だし醤油なかってちょっと切れたもん。え、
だよね、うん、なんでお前らだし醤油買ってこへんのって。いやこれねちょっともうすごいこと言っていいですか、うん、私だし醤油との出会いっていうのがあって、うん、それが18歳ぐらいの時に付き合ってた彼氏だったんですけれど、その彼氏めっちゃグルメなんですよ、うんうん、でその時の私って自炊を始めたての時だったんだよね、うん、だからやっぱ失敗したりするんですよ。でそれで失敗したパスタを彼氏に出したんだけど、マジとか言いながら食うわけですよ、うん、彼氏が。でそれでだし醤油をね、その時彼氏が出してきたの、うん、これは魔法の醤油だと、これをかければどんな料理も 100% 美味しくなるっていう言われたんですよ、うん、でそっから私も騙されたお前かけるじゃないですか、うん、マジで美味しくなって。私これなんかこれすごいの本当に、なんかこの小杉品の方がいいんやん。そうでも卵かけご飯とかにしても全然うまい。そうな、美味しいの。刺身とかでも全然いけるし、餃子でも全然いける。確かに料理困った時これぶっかけ取ったらなんとか なったりするもんな、ね、本当になる、本当になる。クジャガとか作るじゃないですか。でその和食って結構やっぱ醤油使ったりするんですけれど、うん、普通の醤油とだし醤油と全然味違うの。まろやかさ本当に違くて、一回これ使ったら他の醤油本当に使えなくなるの。確かにマジで。で私逆に他の醤油を使うぐらいだったら和食を作んないってぐらい、うん、だし醤油にめっちゃ信頼浮いてるんですよ。確かに醤油ってやっぱストレートだったら辛すぎるというか、ちょっとなんかこう、うんうん、たくさん摂取できんけど、だし醤油ってたくさん摂取してもあんま辛さこうへんというか、そう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 、まろやかなんだよね。舌が痛くならんというか、卵が浮かされとるような感じのまろやかさがあるかも、甘み的に。これはね私ねマジでおすすめしたい。でなんか昔とかはだし醤油そんな有名じゃなかったからあんまり置いてなかったのよ。アマゾンとかで買わないと届かなかったりしたんだけど、うん、最近ちょっとスーパーとか行くとさ、たまに置いてあるからさ、これ結構いい、うん、ちなみにいろんなだし醤油があるんですよ。なんか今のだし醤油って、あ、そうなんですか。減塩とかなんか醤油ポン酢とかいろいろあるんですけど、私はマジでこれ推し、このだし醤油推し、スタンダードな。これ俺のチャンネルでも紹介してみんな買って、めっちゃ大切な人だから。でしょ、うん、いやこれ本当にヤバいの、うん、マジ騙されたと思って買ってほしい、うん、まあ、それ言ったら俺も今もここ手元は置いてないけど、この馬地村のポン酢ね、これ俺のチャンネルではめちゃくちゃずっと言っとうけど、はい、あれマジうまい。初めてかもしんない、10年間ぐらいリピートしすぎてんのは、うん、10年のリピートってほんまもんじゃない。確かに俺がオーツミルク10年リピートしたらこれほんまもんやもん。うん、ほんまもんやもん。あとさ俺さ近況報告ってわけじゃないけど、30超えたやんか、寝えへんかったらめっちゃ体きついんやで。昔やったら俺24時間企画とか結構平気でやりとったりしたんやで、うん、最近やったらマジでもう起きてられへんかった。私さそれさ30とかじゃなくて20代入ってから結構きつくなったもん、オール。俺マジで元気やったんやで。結構30超えて最近体の疲労が取れへんっていうか、まあ、今もそうなんやけど、今こんだけ後ろ下がっとるん、これ遠近法で顔小さく見せるためじゃなくて、うん、もう腰疲れたからこうやっとる豚キムチこうやって前の面食べたことによって腰が疲れてしまっておじいちゃんや。そうそう、腰が疲れてしまったことによってもうこうなっとるっていう、うん、でもよかった、ヒカルさんもやっぱ人間だね。まあでも体が資本やな。絶対的に体が元気なうちはさ無理できちゃったけど、うん、どっかしらセーブして賢く立ち回らなあかんようになってくるんやなと思って。でもねそれはわかる、あの、うん、自分も睡眠時間が短くて仕事とか行ったりすると全体的なコンディションもパフォーマンスも下がる。だからあんまりいいことがないんですよね。そりゃそう。だからヒカルさんの撮影いつも朝早いからよろしく。よろしくです。じゃあちょっと、はい、さっきまあ出てきましたけど、これね新発見です。何これ。絶対これみんな知らんと思う、モイフィー。知ってますこれ、モイフィー。何モイフィー。ふわふわケーキサンド。なんか2つ味あんだね。これね想像を超えるぐらいうまいっす実際。俺これね本当ふざけてんのかと思って、パッケージもなんかぐで玉の仲間みたいな、うん、しまよって買ったんですけど、うん、どこで買ったんですかこれ。これファミリーマート。え、ファミマなんだ。そう、まあ他にも売っとうかもしれない、森永の。へー、やっぱ森永すごいわ。森永さんやっぱすごい。あんたあんたいいよ、森永見てる。あんたいいよ、うん、これはね正直うまかった。やっぱねアイスとかって同じの買わへん。同じの買わへん。雪見大福とかさ、うん、ソーとかクーリッシュ、ガリガリ君とかもパピコとか王道があるから、うん、わざわざこう攻める必要はないやん。今さらモイフィー誰が買うねんって話じゃん。それでもこれ、ね、森永さんはモイフィーで攻めてきたと。で俺はその心意気を買いましたと。仕方なく試しに食べてやろうじゃないかって食べた時に、おこれちょっといけるぞっていう。マジで。そう、食べていいですか。もちろんもちろん。しかもさこれさちょうどいいのがさ、豚キム食べ終わってからのモイフィーって最高じゃない。初めて食べるんだけど、多分初めて見たかも。だからねビスケットサンドってあるじゃないですか、あっち系。なるほどね、こういう感じだ。うまいんやってこれマジで。 これがマジでうまいっす。いただきます。いただきます。うん、この側中じゃない、なんかこれがまずうまいね。もうなんかすごい、なんか中にさ凍った生クリーム入ってるよ、ホイップ。これうまい。あーうん、ケーキみたいな感じ、うん、なんかシューアイスに近いな、うん、なるほどね。どっちかって言ったらなんか見た目だとビスケットサンドみたいな思い浮かべるんですけど、生地的にはスポンジみたいな感じですね、うんうんうん、薄いスポンジ、うん、あうまい。普通に美味しいね。ただ多分その味消える。うん、なんでガチガチで。なんですぐ飽きる。いやうまいね、あ、うん、うまいんやけど多分そのうち消えると思う俺は。マグが、うん、俺わかんねん。
モイフィは残らん。だから欲しい人今のうちに買った方がいいと思う。なるほどね。どうせ消えるからこいつ。森田君は多分そんな気合い入れてないこれ。うん、俺そこまで分かんねえ。多分もうこれそのうちオーラになるからモイフィ。今だけ。こんなん残るわけないやん。もう逆に10年後おると思うこれ。おるわけねえやんこんなん。うん、モイフィーってことね、モイフィー、うん、絶対おらへんやろ、10年後にこれ残ってほしいわ、モイフィー頑張れ。あと、新商品のアイスの中ではうまいけど、やっぱ歴代のレジェンドたちと比べると俺はベキミダイフの方が正直断然好きやし、ソウの方が好きやし、だから僕は強すぎんねん。新商品の中ではお前頑張ったなとは思うけど、正直こんなんで残れるわけねえやろ。美味しいけどね、モイフィーっていうのは思う。これは残らんな、頑張ってほしいわ森永。え、でもこれ美味しいマジで。10年後残ったらすごいなこれ。うん、ちょ貢献したいもんね、モイフィー。名前可愛いですわね。チョコレートもある、チョコレートも食べていいです。うん、でもさ、2種類出せるってすごくない？初っ端から。いや、すごいっすね。普通1種類スタートだよね。まあ、そこは天下の森永やから。ああ、なるほどね。うん、わあ、美味しそう。母体がでかすぎるっていう。ちなみにガチな話言っていい？ほんまのこと言っていい？うん、これ俺のオススメ品じゃないね。誰のオススメ品？マイスさん。え？で、俺そうなの？僕っすよ、これガチな話。うん、俺さっき初めて食べた。ねえ、そっか。だから、うん、食べた時にめっちゃいい、ほんま絶賛しようだけ。その言葉聞いて俺も絶賛したよ。いや、最初食べてみたらそこまで俺ハマってなかった。後で訂正したのはさっきのあれっていう。だから僕は好きなんですよこれ。まあ、どっちが好き？僕でもチョコは食べたことない。多分ノーマルが好きです。チョコどうぞ。今すごくない？さっきの俺の。いや、すごい、あのマジでハマってる感やばかったっすよ。やばかった。びっくりしちゃったもん、何この突然の。ビビるわ。うまい、確かにうまいね。うまいけど、別に俺の中で圧倒的にリピートとかするほどでもなかったから、うん、訂正したね、ちょっと。なるほどな。前さん、どこが推しポイントなの？ビスケット系ってこんななんか、たくさん食えないというか、うんうん、これなんか食いやすいですよ、めっちゃ。うんうん。っていうのもあったし、あれ可愛いか、名前が。マイス大絶賛ですね、モイフィ。なんかでも、私こっちの味の方が好きだわ。あ、僕は全然ノーマルの味。ノーマルの方が美味しい。これからちょっとほんまに、自分のおすすめじゃないものは偽らないようにするわ。いや、俺も、いや、だから正直、前井さんの価値観を信じたわけ、俺も。なんだかんだ俺と前井さんって2頭から、前井さんが上手いと思ったら、まあ、さすがに俺も同じような感想やろと思ったら、うん、全然違うかった。だから、俺の最後、途中からいきなり急かもしれん。ふわーって曲がってて。あー、面白い。モイフィーかわいそうなことしたな。冷静やばいな。いや、マジやばい。冷静にやばいな、さっきの。俺も言わんかったよかった、ほんまのこと。隠し通さなあかんこともあるじゃん、やっぱ世の中には。モイフィーやばいな。俺大丈夫、何なんと思ったもん、これ。見るのも初めてだったから、あれさっき。100点満点中だったら何点、モイフィー。ガチ言ったら、ビスケットサンドの方が好き。あれの方が好きやから、うん、70点。ああ、でも高いですね。ビスケットサンド食べた時は俺感動した。あ、わかるわかる。あれ美味しかった。あれマジビビった。何回かリピートしなったもんな。たまに食ったらマジうまいなと思う。じゃあ次、天中も行きます。4品目、じゃじゃん、お伊勢さんのお清めスプレー。これ、まあ、芸能やってる友達がいて一緒にご飯行ったんですよ。それでプレゼントでもらったんですよ。店長もいっぱいついてそうだから、これ本当にすごいからあげるっていう風に言われてもらったんですよ。で、これ何がすごいかって、すごい何かを実感してるとかはないんだけど、口コミがまずヤバいのよ。多分伊勢神宮なんかな、お伊勢さんってことは。伊勢神宮一番パワーあるっていう。そう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 。で、多分そこのお塩なのかなんかわかんないけど、これ本当にすごくて、私この前ストーリーにも書いた時に反応がめっちゃ来て、例えばさ、嫌いな人とかのデスクとかにシュッシュってやったりするじゃないですか、うん、そしたら本当に数ヶ月後に退所しましたとか、あったりするんだよ。あとこれお清め塩スプレーのお清め恋スプレーっていうのもあって、うん、いいなって思う人、デートの時とかつけてったりすると本当に好きになってくれるじゃないけど、口コミがとりあえずヤバいんだよね、これ。結局食塩水ってことやろ、まあ、一応なんか香水みたいな感じでつけるんだけど。匂いはあるんですか？ちょっと独特な匂いするかもね。つけてみる。塩スプレーってなんかあんま嫌やけどな、こういう感じ。あ、まあ臭くはないからね。そうそう、ちょっと柑橘系の匂いじゃない、消毒っぽい匂いで。あとなんか私これを結構な持ち歩いてたわけ。私なんか動画のスタッフでしんちゃんって子がいるんだけど、うん、しんちゃんの、いや、それ知っとる俺や。全然知らん人に見たら、あのしんちゃんやろ。結構動画何回も撮ったやん。そう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 。しんちゃんの結構仲いい子が霊感がめっちゃ強い子なんですよ。その霊感強い子もこれ持ってて、足とかに巻いててこれめっちゃ効くっていうふうに言ってたの。ええー、そうそうそう、あ、みたいな感じ。でもこれ本当に口コミすごいから、マジなんか見通し、だから私は
なんかそのいただいたから気休め程度じゃないけれど、うん、そんくらいだけど、でも結構なんかパワーあるらしいです。確かに伊勢神宮言う人結構俺周りに何人かおったけどな、パワーがあるみたいな。伊勢神宮かどうかも分かんないけど、お伊勢さんってぐらいだから、まあ、伊勢神宮なんだろうなって私はちょっと思ってる、うん、思い込みの力もあるんやろな。いいこと起きると思ったらいいこと起きていくみたいな、そう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 みたいな感じで、これもねちょっとおすすめです。アットコスメとかにも置いてんだけど、まあ香水として考えたら別にいいもんなの。女の子がめっちゃ好きやな。女の子多いですね。でもかけとくかな一応。そう一回だけ。うん、そこに、あ、なるほどね。なんか普通さ、うん、ここら辺とかにかけるんじゃないの、うん、背後とか。背後にじゃあ、なんか割れておった消しとく。これで消えた俺。これ結構なんかいいらしいんで、おすすめって感じで。おいしそう。え、ベストセラー1位っすよ。そうそう、そう、スプレー。そうなんだよ。すげえ。1100円っす。謎やね。やばいっす。で、謎でしょ、うん、で、うん、僕の紹介するラストね、こちら。リザードビューティーのエクソソームのクリーム。出た。自社の宣伝みたいになっちゃうんですけど、最後に宣伝入れてきた。いやでもガチでこれ物が良すぎて、買った人からの満足度は過去一高いぐらいエグいんですよこれ。そうなんですよ。え、これ私ちょっと言っていいですか。私よくアットコスメで、うん、なんかアットコスメ貸し切って動画の撮影やったりするんですけど、うん、リザートビューティーが入ってるじゃないですか、アットコスメにね、うん、でそれでこの前なんか美容家さんと一緒に行った時に、うん、あ、これヒカルさんのブランドですみたいな感じで紹介したんですよ、うん、そしたらなんかいろいろ買ってってて、エクソソーム入りのクリーム大絶賛してた。本当に大絶賛してた。それはめっちゃ嬉しいな。クリームか化粧水かなんか分かんないですけど、でもエクソソーム入ってる、めっちゃ絶賛してた。ちなみにエクソームの最初に出たのがこのクリームで、これは結構ちゃんと宣伝したから、まあ、ちゃんと売れたんやけど、うん、それ以降も実はエクソソーム入りのやつが出てて、それは俺あんまりちゃんと宣伝してないわけだから、一部の人しか知ってない。これがクリームやん、うん、ハンドクリームも出たわけ。実はこれがエクソソームが入ってるっていう。でもめっちゃいいじゃん。なんか今女性って顔とかはみんなケアしてるからさ、老化とかないけどさ、うん、首と手の甲なんですよ。うん、次老化見える場所って。だからハンドクリームってこと。そう、あとリップクリームも実は出てます。リップクリームじゃめっちゃ高いわけ。これ3000円するわけ、うん、やけどこれもマジでレベルが高いって言われて、結構リピーターがいます実は。え、ちょ、仮パクしていい？一回こう使ってみよう。え、マジで？うん、じゃ確かにちょっと使ったわ。マジでいい気がするんだよ、うん、本当に。それ仮パクじゃなくてもうプレゼン、プレゼンでしょ、うん、マジで。なんで借りるの？太っ腹、うん、太っ腹って言い方がもうなんか懐かしいな。気になってたんですよ私も。でもお高いんでしょ。このクリームが1万1000円。うん、でもエクソソームで1万1000円って。でこれいいっす、あのサブスクに入れば 10% オフになるんで4万円ぐらい。サブスクで利用してる人が多いですよ。だからリザードビューティーはもちろんいいんですけど、何よりこのエクソソームっていうこれがめっちゃいいんですよね。実際確かにこれがマジで、うんうん、すごいんですよ。幹細胞の一種なんで、あとまあ美容液も実は出てるっていう。エクソソーム入りが4種類ぐらい出たのかな多分。ちょっとつけます。滑らかだね、めっちゃすぐ馴染む。てかこれが分かりやすいかも。リップクリームこれ全然違うから。そもそも唇にエクソソーム意味わからへん。うん、確かにね。相当意味わからへん。唇にエクソソームって初めてじゃん。これが3000円くらいするってやばない。でもこれ使った人からは超絶いい評価。こういう感じ、透明、すごいコーティングされてる感がある。これつけると、うん、あー、はい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 、結構長いし持つの。あー、なるほどね。だ他のリップクリームと使う比べたら結構差が出ると思う。うん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 。これはでも俺も化粧品とかって薬器用とかもあるんで、そこまでなんかこう大々的にバーンって説明できないし広告できないんですけど、やっぱこれ物がいいんで、で俺も使っててやっぱマジでいいし、しかもやっぱこう本当に購入して買ってくれた消費者からの声もめっちゃいいし、まあネットで調べて出てくるんですよ多分。めっちゃいいんですよ本当に、はいはい、だからちょっと改めて紹介したいなと思って、うん、これ保湿力やばそうだね。やばいな。分かる分かる、自分で分かる。なんか膜が張られてる感じだけど、しっかりなんか馴染んでいくような感じ。すげえ。エクソーム入りのねこうクリームとかってあんまりもうそもそもまだ世の中にないんで、だから売れてるっていうのあるわけな。そうなんで、うん、それなんか、うん、私も使ってめっちゃ良かった化粧水とか美容液があるんですけれども、本当に分かるんですよ。もう使って1日2日とかでマジで肌の違い超分かるの、うん、それってやっぱエクソソーム入ってるもんね。へ、えー、そうなんや。そうそう、だ今までその例えばさ、私化粧水とかディオールとかの高いライン使ってたんだけど、うん、もう使えなくなっちゃったもんね、逆に。今ってそれ以外のものを使うのが怖くなってきたっていうか、エクソソームへの信用マジやばい私。なるほどね。本当にやばい。これもともと多分エクソソーム本当3、4年前ぐらいから注目されてて、うん、あ、そう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 、多分最近浸透してきてじゃないけど、まあ、これがエクソソームの美容液。はい、だから幹細胞感、これ幹細胞なんやろ。あ、すごい。そう、トロントロン。俺だってめっちゃやっとるから肌に。だから普通に化粧水やって、うん、乳液やって、その上からこの美容液やって、うん、さらにこのクリームで蓋をして、うん、そこに日焼け止めするみたいなぐらいまでやっとるから毎日。すごいね、徹底してるね。徹底すぎて逆にちょっと気持ちよくなったもん自分でも。なんかここまでやるんが俺みたいな。でもさ、なんかハマっちゃってるんですよそこに。マジでさ、美容力入れ始めたからマジ変わったよね。顔変わった気がする。でやっぱ大事なんだなっていうかさ、ここにさ成果出てる人いるからさ、やろうって思うよね。いや、なんかただでさ、まあ衰えていくから最低限それを止めるような動き
もう何かしときたいなみたいな、まあ、運動とかもせえへんからさ俺ちゃんとやろうみたいな。いいねクリーム。そう、まあ、でも高いんですけどねやっぱなんだかんだ普通のやつと比べると。だから結局真似しづらいんですけど、まあ、でもやっぱこう、はい、金かけてる人って本当に何十万かけたりしてるんで、うん、そういう人に一回使ってみてほしいっていうか比べてみてほしいな。なるほどね。ハイブランドとか高いやつ使ってる人に、うん、それよりは安かったりする、うん、時もあるから、まあ、確かに確かに。そうだってさディオール卒業したんだよこれ。なかなかすごくない？エクソソームのおかげで。それすごいな、うん、俺もだって今までハイブランドとかめっちゃ高いの使ったけど、うん、もう今聞かなくなったよね。別にさ俺って自分が出したから全部使いたいわけじゃないやん。だからちゃんといいから使っとるもんな。そうさっきなんか洗面台行ったらめっちゃリザード置いてあった。そうガチやもん俺。すごい減っていくもん。いいねこれ。テクスチャーも固めでいい感じ。へえ。ハンドクリームに関しては手が荒れたことが人生で今までないから使ったことほぼないんやけど。これ多分手が荒れるっていうよりか手も若々しくって感じよね。そういう意味では確かにつけた方がいいやろなこれ、うん、確かに手の年齢出るもんな。顔めっちゃ赤いのに手がシワシワやったらなんかこの人年齢出とって言われるもんな。そう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 、そういう芸能人の人見たことあるもん。であるよねこことここです。時代は首確かにないよな。首シワ確かに。首にここパッてシワいってると結構おるもんな若くても。うんあるあるある。俺あんま首にシワいってないタイプだから、まあね、そこよかったけど。ホントだ全然ない。あんまないやろ。私ですらあるもんねほら、まあ、確かにね。それってなかなか消えんよな。なかなか消えん。結構ここら辺なんかあの美容クリニックとか行って、うん、どうにかなんないか聞いたりしてて注射とか打ったりするんすけど治りはしないもんね。薄くはなるけど。やっぱなんかあれですね、寝てる時とかのさ枕の姿勢とか枕の高さとかでも。ああまあそれはありそう。結構あとスマホとかってやっぱこうなったりするから、うん、それによってもなんかなりやすいからみんな気をつけて。美容家の人なの？確かに。みんな気をつけて。美容家の人って。天地のラストは？はい、私のラストいきます。じゃじゃん。ん？これ。それこれはなんか普通に薬局とかで売ってるやつなんですけど、だからさ今さ例えば K-POP アイドルとか流行るじゃないですか、うん、やっぱそのさ、まあ、トレンド的に白肌がめっちゃトレンド、あそうだったりするんですけれど、私海外とか行ってめっちゃ日焼けとかしたんですよ、うん、なんか真っ黒焦げみたいな感じになったじゃん。なんだけどこれ体を白くするクリームなんですよ。マジ？体を白くするってあれね、なんか要は化粧品として扱うものなんだけれども、うん、これをなんか塗って、あじゃあ一回塗るわ分かりやすく、はい、そんな変わるんや。そう白くできるんですか？こういう風につけるじゃないですか。こういう感じなんですけど、これなんかねちょっと分かりやすいかもしれない、ね、一時的に白になるってこと？そう一時的に白くなる。ええー、なんかわかる。あ、ほらほらほら。あ、もう画面で見たらちょっとわかるかな。あ、確かにね。今なんか軽くだけ。わかるよね。ちょっと確かに。そうそう。まあ、確かにね。軽くだけやったんですけど、なんかこれヘアメイクさんとかもめっちゃ使ってて、例えばイベントとかあったりするじゃん。例えばなんかステージ出、はい、たりする時とか、うん、とかドレス着たりする時とか、私絶対これ。ほんま塗るだけでワントーン明るい肌にって書いてある。メイクアップ効果あるって書いてある。顔に塗るやつなんです。ボディーフェイス用ローション。体用、まあ、顔にも塗れるんですけど、私は結構体に使う。なんでこんな汚いやるとかめっちゃ汚いの。違う違う、これね、これ使いすぎてね。どこ風呂場に置いてあったからって。めちゃくちゃ汚い色してる。ほら、なんか分かりましたよ。全然違う。全然違うわ。そうそうそう。すごい。そうなの。化粧やそれ。そう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 。体の化粧っていう感じで、これ結構なんか私撮影用とかイベント用で気持ち悪いよ。抜いてもベタつきがあるとか。なんかまあもちろん素肌ではないし、やっぱその洋服とかさ着替えたりするとちょっとついちゃったりするのが、なるほど、そうデメリットなんですよ。だけどただ見た目はめっちゃ白くなってオーラがあるように見えるっていうか、やっぱ綺麗には見えるから。そうそう。だからなんかデートとかする時とか。これ顔につけてもいいやろ。顔につけてもいい。顔に一回つけたらめっちゃ俺が白くなる可能性あるってことやな。ある。やってみるかこれちょっとや。いいよ。これぐらいつけて。まあ、これほんま白くなるか。うん。え？これなんかフェイスウォッシュみたいだね。フェイスウォッシュみたいになってる。多分、ね、とてもつけすぎ。いや教えてよじゃあ。いや分からないんだよ。つけすぎな気がする。なんかね、俺も。洗顔じゃん。これも洗顔の洗顔の洗顔みたいになってる。え、それ顔の余ってるやつちょっとつけて。顔のやつじゃないんじゃないですか。やっぱこれでもフェイスウォッシュ書いてある。そう、顔とかもその化粧の下地みたいな感じで量を考えたらよかったかってこと。そう、教えてくれなかったから。いや、分からへんやん、その量。でもさ、ほらほら、ちょっと白くなってるし。いやいや、違う白くないけど、これこの人が成功してない。これでしょ。これもう洗顔するやばくない？洗顔ですよ、これ。洗顔言ってるもん。洗顔ね。洗顔前の量が多すぎたんですね。そう、これはちょっと量が多すぎた。白くやばいもんな。そう、でもこれ本当にすごくて、私たまにこれ体とか塗り忘れるじゃないですか。はい、だからそしたら顔だけ白くなったりするんですよ。ああ。そうだからそういうのとか。相当ちょっとの量伸ばさなかったのこれ。そう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 、少量で結構伸びるから。ああ、馴染んできた馴染んできた。え、でもマジで馴染んできたよ。いや、馴染んできたというかもうなんかおかしい。おかしいな。一回こっち向いて。ほら、おかしい。違う、馴染んでんの。馴染んでるんだけどここまでしかやってないからこういう風に見えるだけだって。じゃあ肉眼で見てみ、ちょっと。え、見てるんですよ。肉眼めちゃくちゃ白いだけど、こことこれ全然違うやん。でしょ。でもこれなんかもう
洗顔前のなんか感じじゃないマジでなるんだけど、でも要はこんくらい白くなるんですよ、まあ、白くはなってますけど、ね、そうそう、これだと白くなりすぎやな逆にここら辺もやったんか。そう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 。でも私さ結構さ今さ韓国とか行ったりするんですけれど、実際その K-POP のヘアメイクさんとかいるじゃないですか、はい、韓国アイドルの仕上げってやっぱこれ使うんですよ。あ、使うんですよ。そう、メーカーは多分これじゃないんだけれども、肌を白くするクリームとかそういうのはやっぱちゃんとやるみたいで、ボディケアじゃないけど、なんかロケバスとか使ってたじゃないこれ。あ、確かにロケバス使ってた。異常に白いもん、あ、ほらちょっと。でもこれ一応化粧品なんでね、これを塗って肌が白くなる。白いめちゃくちゃ白だから。そう、いやほんまにね、天地ムと並んだ時に、確かにこれ白い、よう考えたらめっちゃ白くなるかもな、ほんまに。そう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 、画面写りできればいい感じってのは。あ、そうそう、やっぱ漏れます。実際どうなの、マジで漏れる。どうなの、まあでも白すぎる気がするんですけど、まあ、白くはなってますね。ヒカルさんにつけると体調悪そうつけすぎたもんな、なんかもう気持ち悪いわ。めっちゃ白くはなっちゃった、確かにやばいぐらい。だから結構今のさ女の子って結構白肌憧れてる子多分多いと思うんですよ。だから美容クリニックとか行っても白玉点滴とかあるじゃないですか。そう、内側から肌綺麗にする。それはまあ安くて一時的に、そう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 、できるとボディメイクじゃないけど、そういう感じとしては私、確かにちょっと使う分にはいいかもな、でもまあ馴染んで馴染んできたかもしれないでしょ、僕から見たら。そう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 、遠目で見たら、まあ全体に塗ったからか分かんないですけど。どうなの、白い方がいい俺、ただどっちでもいいんじゃないじゃあいらんわじゃあ別にいらん、そう汚いし、うちは汚いし、なんで悪口言うの、うん、じゃあいらんわ、なんで悪口言うの。そう、でもこれはヘアメイクさんのイムタン、例えば三上優愛ちゃんとか担当してる、R ちゃんとかも担当してるイムタンから、イムタンが毎回つけてくれて、めっちゃいいじゃんと思って私も真似したんですよ、やってる人が言ってるやつ。イムタンどう、イムタンうまいメイク、イムタンこれどう。じゃあイムタン感想お待ちしておりますだ、結構なんかこういう感じだね。肌のトーン上がってるんだよ、なんか、うん、めちゃくちゃ上がっとる多分これ。そうそう、なんか上までちゃんと塗ったらで馴染ましたらありかもしれないです。ありでしょ。首の色全然違うの。そうだね、すごいね、これ明るさ。首まで馴染ませればいいってことか。そうそう、だからここまで馴染ませてやればなんかアイドル感は出るっすね、こっちは、うん、確かにありなんかもしれんな。肌が綺麗に見えるというか、うん、そうなんですよ、肌綺麗に見えるし、画面比べてみたら全然違ってたよこれ。違うだもんね、最初と。だってすごいっすよ差が。さすがにさ、ここまで塗ってさ何も変化なかったら私さすがにヤバいよ、うん、紹介してるとして何紹介してるってなるんだけど、だからその最初はなんかここまで違和感があったじゃないですか、うん、その黒かったり、うん、でも今見たら違和感なくなったっす、まあ、伸ばしたから。そうそうそう、いやそうなんだ、すごいっすよね、これ。どっちがいいんだよこれ、まあ、塗った後の方がいいかもしれない。あんちゃんわかんないですよ、なんか塗りすぎしてたら、まあ、確かに塗りすぎてた、確かにね、多分その調節すれば通常の5倍ぐらい塗ってたもんな、ね、多分、うん、通常の5倍ぐらい塗ってた。でもなんか今みたいに馴染みましたね。でしょ。そう、だからまあ1日の メイクアップとしては結構こういうのもおすすめ。だからデートの時とかさ、可愛く見せたい時とか、女の子とか。でもなんかさ、これ撮った後にさめっちゃ黒かったら嫌じゃないめっちゃ嫌じゃない、なんかめっちゃ肌白いから好きになったってなってさメイク出した瞬間もうめっちゃ黒かったらさ嫌やけどな。それはそうかもしれないですね。確かに、確かにね。イベントとかでこれやってなんかそういう分にはいいかもしれないですけど、リアルでこれやっててずっと無理じゃなかったもんな。きついな、これいいじゃない。まあとか一気に肌も綺麗に見えるわ、トーン上がったら。それは本物だって全然違うもん。そうそうそう、いいでしょ。光ってますよ。だって俺センチムとの肌の白さ全然下がって、ちょっと詰まったんじゃない、結構ね。すごいな、これでも。いや、これほんますごいな。馴染んだら結構違和感なくなるもん。そう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 、いいでしょ、これやばい、っていうのがこれでした。おお、すごい。そうだ、結構なんか撮影とかなんか同じ業界の人とかはいいかもね。でもほとんど俺ら美容系ばっかりやったな、美容思った。だからもう俺ら30代超えてそこばっか意識しとるな。私一応まだ化粧系じゃないやつ一応予備で持ってきたけどね、これ。何それ、これ知ってる？キキュット。そう、キキュットのスプレーバージョン。匂い消し。いや、匂い消しじゃない。なんかさ、お皿洗いとかだるい時あるじゃないですか。帰ってきたらやりたいって時あるじゃん、うん、そういう時はもうこれでシュッ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 ってやって洗剤です。これもね結構おすすめだよ、キキュットクリア泡スプレー。使い勝手いいやん。そう、これめっちゃ使い勝手いい。俺も何個かまだあるけど、マエさんのやつあるな。マエさんがなんかおすすめしたかったやつ、これマルニのソックスとか意味わからへん。ヒートテックの靴下したらちょっとあったかいんだ、これ。あ、これもあったかいんだ。あったかいけど靴下にあったかさ求めてないから俺からして何をしたか全然わからないんだすごいね。あ、でもこれさすごい、私いつもちゃんと洗うんだけど、これスプレーペペペってやって1分置いて流すだけらしい。そう、でも一応なんか多分やった方がいいと思うけど。すごくない？そんな感じですわ。はい、近況報告というかおすすめのものでした。欲しいものあったら買ってみてください。リザード概要欄貼っときます。これこれマジでいい。あの、このクリームがいい多分。これが一番人気です。めっちゃ一番売れてるのはこれです。これが一番出たんで、でほとんどこれしか宣伝しなかったんで俺。一番売れたっていう、その続編がまあいろいろ出たから、はい、好みに合わせて使ってくださいみたいな感じです。こんなにパクってっていいの？全然いいです。イエーイありがとうございます。はい。
概要欄の天智のチャンネル貼ってて、そちらの方にもコラボしてるんで、ぜひ見てください。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。いやめっちゃ私なったわ。なんか確かにすごいっすよ、うん、でもちょっともう変わら痛いなんかこうつけすぎてなんかすごい顔が重い、うん、え、じゃあこれ本当にもらえますよ。いいやった、ありがとうございます。いやおもろかった、これ楽しい。いやマジで今日のモイフィーの下りとこの肌白くなったくだりおもろかったなモイフィー詐称事件やばかったモイフィーやばい。モイフィーでなんかめっちゃすごい悪いことしたな、なんか、うん、普通に言っとけばよかったものをなんかめちゃくちゃ悪いように言ってしまったなっていう気がしたモイフィーに関してそれだけ申し訳ないでも美味しいよモイフィー。いや美味しい美味しいよ